はい、こんにちは、しんやです。今日はなんと山手線最終回、もう最終回ですね。もう最終回です。やば。この大崎駅から五反田駅に向かって歩こうと思います。五反田からスタートしましたもんね。はい、ついにラストですか。ラストです。やば。まあ、とりあえずじゃあ行きましょうか。とりあえず行きましょう。はい、実はちょっと大崎で気になってた神社があって、はい、神社ですか。はい、え、有名ですか。有名かは知らんけど、はい、気になってた神社が何が気になってるんですか。大昔からありまして、そこちょっと行ってみたいなと思って。もう今完全に線路外れてますもんね。まあでもすぐ近くなんで。あ、分かりました。ちょっと寄ってで五反田向かうと。そうですね。分かりました。神社、でかい神社ですか。いや、それもなんかよくわかんないけど、ちょっと気になってた神社があったんで。え、誰？怖。セガサミグループ。ああ。あ、なんか色違いだ。え、なんかちょっと不良。確かに傷ついてるし、住友不動産みたいです。え、もう多分この先ぐらいですよね、多分。そうなの。多分そう。場所も知らないですね。知らない。あ、なんか神社っぽいの見えてる。あ、本当だ。だからついに最終回ですよ。いやー、感慨深いですね。あ、もうこの一部のコアファンにしか受けてなかった山手線企画。マジでもういつ終わってもおかしくなかったこの企画でしたけども、いつもアップするたびにこの動画は普段の視聴者があまり見ていませんという表示が毎回出てた。そんな表示出るんですか。いや、表示出るんです。あれですね、完全にマナさんが流れ変えてくれましたね。言うて、まあ一瞬変わったけどまあまたゲストいなくなったら普段のこの動画は普段の視聴者があまり視聴していません。出るんですか。それ出ます。逆にそれ出るのすごいですね。逆にクレープのはもう普段より見られてます。あ、出る。そういうの出る。出ますクレープなんか調子良くないですか。クレープ調子いいです。全然わかんないですね。写真屋さん大崎だともう神社ぐらいが気になるぐらいですか。まあ、あとよく行く謎解きのビルがあって、ここ年に 1,2 回行くかな。もう駅前ですか。いや、ちょっとだけ離れてるけど、まあ、それセガのビルで。セガですか。うん、もうすごい、もうあの QR コードかざさな入れない入り口を入って、すごい豪華なビルでたまにやってますけど。それ大崎なんですね。そう、これか、噂の。何の噂なんですか。いや、これはびっくりするよ、来たら。え、何が。マジで。何すか何すか。いや、もうびっくりするよ。そうっすよね。どうかな。何がびっくりするんですか。僕もどこにあるかがわかんないんだけど。どこにある。まあでも現状はパッと見普通の。こっちが入り口。お、見て。ほら。ドラえもんがいます。急にっすね。これは。さらにびっくりすることがある。はい、これなんすか。知らん。さらにびっくりすることがある。これドラえもんとピカチュウ。全ドラえもんとピカチュウ。左がピカチュウですね。もう寝てますね。急ですね。はい。これ何から見たんですか。なんか噂で。見て。噂。なんかこれなんですか。クマ。これパンダ。あ、クマで。これ、いや、どっちも一緒です。チョイスも謎なんだよな。ドラえもんピカチュウと来たらもうちょっとなんか有名どこで揃えてほしいんですけど。ああ。え、やばい。え、やばい。なんかいっぱいある。やばい。めっちゃいる、めっちゃいる。え、うわ。シアさん、これ。シアさん、これ。え、これは。
これはこれ多分どこかで見た、結構ダメなやつですよね、これ。これはなんだろうな、ネズミかな、ネズミでしょ。ネズミか。これは猫ですか。これは猫バスかな。これ、いや、これめっちゃ可愛いね。座れるやつ。これ座れるやつ、まあ、ちっちゃいです。あと二宮金次郎がいまして、あ、ワンちゃんですね。ワンちゃんが石の像が多い。これはこれはちょっと気になりましたね。 なんてとこなんですか。イルキ神社かな。あ、イルキ神社だ。貝塚もあったんだ。あ、そうなんですね。こっから帰れるのかな。こっから帰れるっす。してもむしろこっちがメインっぽいですね。メイン入り口で。こっちから来ればよかった。あともう気になるとこないですか。もうないです。もう山手線の旅終わっちゃいますけど。終わります。結構しかも多分近いです、大崎五反田は。割と多分近いです。じゃあもうこれであの五反田まで行ったらもううちらは山手線は全部行ったってことになると。全部歩いて回ったよ。もうだから東京じゃない人に山手線どこがいいって言われたらもうすぐ答えられなきゃいけないってことですね。いや、そうっすよ。なんか聞かれたら、うん、日暮里とかどうとか言われたらもうパッと答えなきゃいけない。にゃっぽり。巣鴨どうとか言われたらマナ様。それは別に ずっといるわけじゃないね、マナ様。巣鴨にたまたまいただけなんで、はい、上野どうとか言われたら千葉さん。いや、それもずっとたまたます。ずっといないです。でもこれ多分放送されるの、はい、再来年の5月26日ぐらいになるだけど。長っ僕の計算によると。計算上だぞ。マジっすか。そんな先何になるんすか。そんな先だよ。まだ2021年11月だから結構まだコロナがまだ大変ですよね。大変。その頃はなくなってますからね、うん、コロナは。どうだろう。結構でもまだみんなマスクしてないよね。道行く人結構今してない人多いです。こんなコロナの真っ只中なのに。いや、もうちょっとさすがに限界あるっす。深夜さんの髪色とかもコロコロ変わってるんです。これが山手通りです。ああもう五反田すぐそこっすけどね。もう全然すぐそこっすよ。え、この辺あれじゃん。なんすか？プリプロルーム第2号があったじゃない。ああ、そうだ。そうそう。そうだ。あの前、僕があのゲートウェイの時に。そう、初めて出会った。出会ったところの。あの僕がすごい、はい、あの頑張るんだぞって。いやいや、その妄想の話やめてもらっていいですか。そんなこと1ミリも言われてないです。忘れたか。その株上げんの、いやいや、株上げんのはやめてもらっていいですか。全然言わない。私は一番言わないキャラかもしれないです、シアさんが。全然言ってないですけど、それそこが引っ越したんですよね。そうですね。この後この大崎に。こっちだっけ。その後ここだっけ。そう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 。だ、僕は全然そのローディン中に引っ越してるんで、こっちも僕は体験してるんで。大崎バージョンが、まあ、言うてもでも十数年前だよね。そうですね。ウロボロスは新しい方、そのこの大崎の方で結構作ったっていう感じが強いです、僕の中で。ああ、確かに。そうですよね、うん。あとこの辺にデビンさんのスタジオがある。ああ、なんか噂には聞いたことあります。うん、え、先生行ったことあるんですか。一回使ったことある。あの、まずか。ディルじゃないけど、浅木くんのソロのレコーディングで。それはレビンさんいるんですか。レビンさんいる。え、やば。やばいよ。すごいっすね。でもドラムに特化したスタジオだから、ま、もう、はい、ドラムセットとかブワーってあって、もうスネアもブワーってあって、それ使い放題。そう。え、でこれが大崎警察署です。はい。これ一回なくなって建て替えたんですね。なんか綺麗ですよね。一、うん、回ここ本当さら地になってた。そのプリプロルームいる頃。もともとここにあったんですか。もともとここにあった、で最近ですか、できたの。いや、でももう結構経つんじゃない。ああ。なんかあとこの辺になんかラーメン屋なかった。
それはですね、みんなが評判の間もなくここにあります。え、はい、この蕎麦、お蕎麦屋さんの奥です。あ、これだこれだ、これです。平田一周、平田一周、これ僕ロービーの時とかも結構行ってました。え、はい、僕1回だけ行ったかな。あ、1回だけですか。うん、結構みんななんか平田一周、平田一周言ってたよね。はいはいはい、当時、はい、言ってました言ってました。もう床が油でもうアイススケートみたいになってたのだけ覚えてる。もう油系の、油ギトギト系ですね。もうツルツルツル。はい、いや、そこうまいっすね。それしか覚えてない。しかもそれもう下手したら十何年前です。いや、そうです。でも逆にずっとあるのすごいですね。すごい、この五反田に、うん、お、着いた。着いて、これ違うです。え、これ違うんです。これ何？これ、あの、大崎広小路駅です。え、山の手？山の手です。なんか何線？何線かよくわかんないですけど、あの、五反田から出てる線がある。東京メトロ？東京メトロでもないですよ。で、東急系だと思う。東急電鉄って書いてあるんです。東急東横線？なんかそっち系列で、東横線ではないんですけど、もっとマイナーな線です。蒲田の方とか行く線です。はい、ゼップ羽田とか。ゼップ羽田、そこまで行かないです。よくわかんない線です。難しいな。はい、難しいな。難しいっす。ここがずっと工事してるのが気になるんですよね。もうほぼ立ってますけど。あ、ここあれだよ。何ですか？ U ポートが。 U ポートっすよね。知ってんの、 U ポート。なんかライブの現場みたいな来たことありますよ。そうそうそう。え、ホールっすよ。いた、はい、やってる人いた。なんか僕そのなんかバイト的なように行きました。例えば誰行った？いや、覚えてないですね。U ポートは僕、あれなんですよ。大阪にいる頃から知ってるんですよ。あ、そうなんですか。なぜかというと、はい、黒夢のインディーズラストライブがここで行われたから。おー、ホールっすよね。そう、インディーズラストはこだったんですか。そう。へえ。ビルでやってないですか。やってない。行ったこともない。でももう、それなくなったってことですね。なくなったね。で、この、もう多分間もなくできると思う。え、すごい。めっちゃすごいですよね。え、何なんだろう。U ポートじゃない。 U ポートじゃない、わかんないですけど。もうこれまさか、もう五反田のエリアじゃない、これ。もう五反田、余裕で五反田です。ここ本屋じゃなかった、このセブンさん。それいつの話ですか。20年ぐらい。時止まりすぎっす。多分ここは結構入れ替わり激しいっすよ、この店は。スタバなんて当時なかったしな。なかったですね、日本に。今ではもう一駅に一つは絶対あるぐらいにいるんです。あれはめっちゃ新しいです。あ、ここあれだった。歌山なんですか。何も覚えてない。今めっちゃ覚えてる風だったんですよ。あれなんだっけ。覚えてないです。あれはでも最近結構あの歌山っていうのが結構進出して。あ、ここの東急のビル何回か行ったことあるかも。あ、本当ですか。こっち行ったら品川なんで。こっちですよ。品川回って、はい、大崎回って五反田行きましょうか。いや、また戻る。いや、だってもう終わっちゃう、これ。もう終わるんですよ。もうこの横断歩道だったらもう終わりよ。終わるっす、終わるっす。バッチリもうあそこをバックにスタートしたんで。もうこれ終わったらやばいですよ、ネタが。これも最後の横断歩道じゃん。最後の横断歩道これです。いや、最後の横断歩道ですよ。はい、こう一歩一歩踏みしめて。急になんかラスト感出しますけど。踏みしめて。うわー、こっからスタートしたのか。えぐいな。十何時間前に。疲れましたね。だいぶ疲れた。気候の変化もいろいろあって。ちょ待って、はい、最後の横断歩道と思って踏みしめたのにここにあった。じゃあもうちょい多めに踏みしめましょうか。何この暗号。なんか やった気するんですけど、もはやなんかそういうのも触れなくなりましたからね。ちょっと待って。ですか。元の位置に誰かいる。別にたまたま。いや、ここたまたまっす。いや、ここなんだけど。そこっすね。はい、ついに到着しました。来ました、五反田駅。えぐ、こっからずっと歩いてぐーっと回ってやっと着きました。線路沿いを、線路沿いをひたすら来ましたね。歩いて
一日ですよね。一日で。一応その設定最後に言うんだ。いやー、いろいろありましたね。だから。時には3本撮りをし。いや、30本撮りです。だいぶ東京にも詳しくなったし。そうですね。はい。はい、何か。あんまりでもなんか、お店に行ったりはしてないんだよな。ただただ線路沿い歩くみたいな感じですけど。逆にでも、お店とか他のテレビ番組とか行きますもんね。そう、そういうところじゃないところを、こちらが歩いて紹介した感じ。マニアックな道を通って。マニアックな道を。私、それはあったかもしれないです。あの、2周目はちゃんと店に入って。2周目2週目やるんですか。2週目はもう永遠にありません。残念ながらありません。残念ながらないですね。残念ながらもっとみんなが見てくれたら、はい、あったかもしれないですが、残念ながらそこまで伸びなかったので。もうありません。正直もう毎回マナさんぐらいの再生数だったらもう喜んで2週目いきます。もう10週いってるけどなかなかきついですからね。みんな3回目ぐらいで飽き飽きして、惰性で30回見てくれてありがとうございます。まあでもゲスト会はやっぱりゲストの方々にが来てもらって、その分再生数あったりとかして楽しかったのもありますし、まあ、やるならもう毎回ゲスト。それしんどそうだね。というわけで長い間お送りしてきました山手、はい、線一周の旅ですが、はい、ついに最終回になりました。はい、また会う日まで、さよなら。